会場練習初の二部構成で実施台湾産分担日本の学校給食にビッグテックの検閲は多くの命を奪った中国メディアが外国人記者を攻撃防衛力強化に果敢に取り組む皆様こんばんは 10月14日の D ニュース、小島千里がお伝えします。2年連続で実施されている日米豪ンの4カ国による共同海上演習マラバール2021のフェーズ2が11日から14日までベンガル版で行われています。先日行われた太平洋海域の演習後に続いて第2部が行われるのは今回が初です。岸信夫防衛省は 大変意深いものだと強調しましまた演習の目的は自由で開かれたインド太平洋を維持するために日米豪印4カ国の連携をさらに強化することでありまた海洋進出を始める中国共産党をけん制する狙いもあります海上自衛隊からはインド太平洋方面派遣艦隊に属する護衛艦加賀と村雨が参加しました 米軍空母カールビンソンをはじめとするアメリカ、インド、オーストラリアの各海軍の艦艇とともに対潜水艦作戦や洋上補給などの訓練を行います。会見で岸防衛省は民主主義や法の支配といった基本的価値観を共有する日米豪印の4カ国が緊密に連携していくことは 自由で開かれたインド太平洋の維持・強化を進めていく上で極めて重要との考えを再度強調しました次のニュースです台湾のフルーツが日本の学校給食に提供され話題となっています台湾の台南市政府は11日日本の中学校給食の果物として出荷された台南市マトークさんの分担が7日 茨城県笠間市のともめ中学校の給食として提供されたと発表しました。ニュースリリースによると、台南市の江伊哲市長は、笠間市の山口真寿市長ら関係者に対して感謝の意を述べました。講師はまた、ビタミンや食物繊維が豊富で、甘くて香り高い台南の分担を多くの日本の消費者に知ってもらいたい。日本における市場拡大を望んでいます。と語りました。 日本の農林水産省に相当する台湾の農業省によると、台南市における分担の作付け面積は1,109ヘクタールで台湾全体の27%を占めています。生産量も全国1位となっています。台南市政府は日本と台湾の農協開交を促進し、海外市場の販路拡大につながることを期待しています。 分担は台湾南部の特産品で中秋節には欠かせない果物となっています。農業省によると今年の分担の対外輸出量は5500トンを目標としています。中国に対する輸出の見通しは全体の77%で2016年の99%と比べて大幅に下がっています。続いてのニュースです。 アメリカの上院議員がビッグテックのネット検閲を厳しく指摘しました。アメリカ共和党のロン・ジョンソン上院議員はビッグテックが中共ウイルスに関する情報を検閲していることで多くの命が奪われたと指摘しました。ビッグテックは既存の薬剤による治療効果やワクチン接種後の副反応などに関するコンテンツを規制しています。 ジョンソンソ上院議員はメディアリサーチセンターなどが12日に開催したオンライン記者会見で医師による中共ウイルスの治療方法を公に広めるためにインターネットをもっとうまく利用できたはずだと指摘しましたしかし既存の薬剤で中共ウイルスを治療している動画は削除され検閲されたと述べました。救命救命急専門医のピエーール・コリー博士が 既存の薬剤であるイベルメクチンの治療効果について証言した動画は800万回の再生回数を記録しました。しかしジョンソン氏はその後動画は検閲されたと主張し今は動画は自然免疫の利点に関する検閲を受けていると述べました。さらに同氏はワクチン誘拐事象報告制度ベアーズが発表したワクチン接種後の死亡事例や有害事象などもビッグテックに検閲されていると批判し 検閲は医療システムに影響を及ぼし、何千人もの命を犠牲にしたと批判しましたニュースを続けます中国で海外メディアの記者が通報されました中国当局は国内で取材活動をする海外メディアの統制を強めています貴州省必設市当局によると市当局の幹部が地元の貧困問題に関して ネガティブな側面を取材しようとした海外メディアを通報し表彰されました。中国政府系メディア観察者網は10日の報道で今年4月中国系アメリカ人記者のエミリー・フォン氏が必折時の一部の地域で取材を行ったと伝えました。報道はフォン記者が地元住民の発言を歪曲し貧困脱却をめぐる我が国の取り組みを誹謗中傷したと批判しました。 習近平主席は昨年12月、年内に実現させると公約していた、脱貧困を達成したと宣言しました。しかしその信憑性に疑問を呈したのは海外メディアだけではありません。中国国営中央テレビは今年4月24日、陝西省洛南県政府が貧困問題に関してデータを捏造したと報じました。同県は昨年2月に貧困から脱却したと宣言していました。 李克強首相は昨年5月、中国では6億人の月収が1000元、約1万7000円に過ぎないと語り、中国の人口の約半分が貧困層だと示唆しました。最後のニュースです。日本は防衛力の強化を進めていく方針です。岸信夫防衛相は12日の記者会見で、日本を取り巻く安全保障環境が厳しくなる中、 国家安全保障戦略等の改定を行い、防衛力強化に向けて果敢に取り組んでいると述べました。岸防衛省は、我が国の周辺では軍備の増強が進み、サイバー攻撃の脅威も増大していることから、安全保障環境が厳しくなっていると指摘しました。国民の命と財産を断固として守り抜くために、国家安全保障作戦防衛計画の対抗、 中期防衛力整備計画の3点について改定を行うと述べました。さらなる効果的措置を含むミサイル防衛能力などの防衛力強化については大胆に新たな発想を持って取り組む姿勢を示しました。台湾問題については当事者間の直接対話によって平和的に解決されることを期待する。基本方針に変わりはないと述べました。 また中国と台湾の間の溝が深まっていることは事実だとして今後の状況を注視していくとの考えを示しましたニュースは以上です本日10月14日は鉄道の日です1872年10月14日に東京の新橋駅から神奈川県の横浜駅間で日本初の鉄道が開業しましたその当時は鉄道記念日として制定されていましたが 1921年に鉄道開業50周年を記念し初代の鉄道博物館が開館したことにちなんで鉄道の日として制定されました鉄道開業当時の新橋駅は現在の汐留貨物倉庫付近になりまた当時の横浜駅は桜木町駅へと変わっています 通年はこの記念日にちなんで特別なチケットが販売されたりイベントが開催されたりしますが今年は自粛の影響もあり規模を縮小または中止となっています来年の今日は盛大に祝えるといいですねそれではまた明日お会いしましょう